掃除？いいよ、一応私毎日やってるし。ごめんなさい、私がお掃除苦手なばっかりにいつもやってもらっちゃって。いえ、いいんです、それくらい。お掃除なんていつでもやりますから。本当にごめん、そしてありがとう。というわけだからリアネ、お掃除はしてもらわなくて大丈夫。こんなものかしら。もう終わってる。さすがリアネ、お仕事が早い。これは素晴らしい。あの短時間で一切のホコリすらなくピカピカに。お掃除は趣味なので。それでは失礼しますね。あ、行っちゃった。本当にお掃除しに来ただけなんだ。お菓子といい、掃除といい、リアーネは本当にしっかり者ですね。そうなんです、おかげでよく甘えちゃうんですけど。いいんじゃない、私もよく幼馴染にお掃除してもらってたし。ソフィー、この際だから言っておきますが、あなたはいろいろとだらしがなさすぎます。脱いだら脱ぎっぱなし、読んだら読みっぱなし、それでは部屋は汚れる一方です。そもそもあなたは、あ、始まっちゃった。ごめんねフィリスちゃん、これは長くなるよ。聞いているのですかソフィー、あなたももういい年なのですから。考え事？はい、このアトリエのことなんですけど、外から見るより随分と広いじゃないですか。うんうん、そうだね。先生はこれも錬金術って言ってましたけど、どんな錬金術を使えばこんなことをできるんですか？説明が難しいですね。どう教えたものか。そうだなぁ、擬似的に四次元空間をって言ってもわかんないよね。それはそうでしょう。もっと噛み砕いて説明しなければ。一言で言うと、錬金術で空間を歪めて、えいって。ああ、よくわからないけど、すごいってことはわかりました。大丈夫だって、フィリスちゃんももうちょっとしたらできるようになるからさ。
三つお水よいしょっと三つ三つお水三つ三つお水三つ三つお水よいしょっと。さーて、どれを作ろう。材料はどれにしよう。これでいいかな。触媒よし、材料ここに、材料ここにいるよ。これでいい。それじゃぐるぐるっと、まあ、こんなもんかな。どれがいいかな。これで触媒さ、ちょここにここに、これもこれもここにいるよ。これでいい。それじゃぐるぐるっと、
いいものないかな。わざわざ用意してくれたのか。そいつはすまないな。はい、私が作ったものだから効くっていう保証はないですけど。え、これフィリスが作ったのか。そりゃ大変だったろう。頑張って作ってくれたならきっと腰の痛みも引くさ。本当にありがとな。最近頑張っておるようじゃの。なかなか評判になっておるぞ。本当ですか？嬉しいな。それでなんですけど、お二人は何を？ああ、あのね、この町に錬金術師の人がいないか聞いてたの。前に話したよね。私が公認試験を受けに行こうとしてるってこと。実は試験を受けるためには推薦状っていうものが必要なんだ。うん、公認試験に合格している錬金術師のみ書くことが許されているものらしくての、それを3枚集めねば試験を受けることすらかなわんということらしいのじゃ。へえ、試験って大変なんですね。うん、公認試験っていうくらいだからね、そう簡単には合格できないみたい。まあとにかく我が町には錬金術師はおりませんな。わかりました。教えてくださってありがとうございました。